はい、どうも皆さんこんにちは。本日もオライゾンやっていきましょうか。さあ、続きをやっていきたいわけなんですが、ようやくね、こちら、まあ、防具屋さんみたいな感じかな、こちらが解放されました。で、今街にいるわけですが、この方に話しかけると防具の購入であったりとか、あとは売却ができます。では具体的にどういったものが現時点で手に入るかっていうと、まあ、すでに見えていると思うんですが、アンコモン、まあ、これっていうのはレア度かな。で、オセラムの冒険家で、ノラの狩人ってことで、こちらの2つが現時点では購入可能になってます。で、それぞれスキルがあるんですよ。例えばノラの狩人であれば隠れ身で、サイレントストライク回復ってことなので、まあどちらかというと序盤であればノラの狩人の方がいいかもしれませんね。まあ特に初心者の方とか、まあ自分みたいな初心者か、多分こちらの方が有効ではないかと思いますね。まあどちらも、まあ、回復とか隠れ身っていうことで、まあ攻撃系のスキルではないんですが、まあどちらかというと生存系のスキルで、多分こっちの方が有効ではあるよね。そうか、こちらまあ攻撃系かな、まあ戦士型の防具っていうことで、まあスキルが結構強力ですね。ため攻撃であったりとか、クリティカルストライクプラスっていうことで、まあこういったものがね、ついてきます。で、シャードに関してはどちらも85ってことなので、まあどちらも値段同じだから、まあどっちでもいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、現時点では、そうですね。オセラムの冒険家がいいんじゃないかな。うん。まあ、序盤は多分これでいけそうですね。で、購入していきましょうか。オセラムの冒険家。おそらくこれがいいかと思います。で、装備していきましょう。はい、装備いたしました。で、序盤はね、個人的にはこの装備が一番良さそうな感じするな。まあ、人の価値観によると思いますが。ちなみに買い戻しもできるみたい。なんか他のゲームではできないからね、買い戻しとか。そう思うとすごいね、新鮮だなと思いました。さあ、ということで、ちょっと続きやっていきたいわけですが、ここを進んでいきましょう。で、自動で、これダッシュできるようにしてますね、今。設定変えてます。で、あとは、こういった貴重品の入ってる、こういったボックスみたいな、箱みたいなのが、ところどころにあるんで、こちらも適時ゲットしていきましょう。谷はもう安全だ。うい、エレンドはどこなんです？なんか見た目すげえな、相変わらず。相変わらず見た目すげえよね。命令だ。ミラ、無事なのですか？怪我してるが無事だ。お前たちのことを待っている。ですが、予定だとあと3人は護衛がつくはずで。照度の光へ向かいます。エレンド、見た目も変わってるね。どうぞご勝手に。この吐き溜めに残れと？それはありえん。だったら行きましょう。ではまた後ほど。さあ、ってことで続きやっていきましょうか。よし、これでようやく。はい、トロフィーを獲得いたしました。無事に乗り切ればサイレンスの行方を終える。やっていきましょう。階段、ダイヤのバックアップも見つかるかも。メインクエ追加されました。レベル5到達。それのためで寄り道もありか。ペトラのサポに応じてもいい。すげえな、モンスターハンターみたいだな、ここら辺は。マジでモンスターハンターみたい。で、びっくりマーク出てるのは、多分サブクエだっけな、これは。ちょっと、せっかくだから話していきましょう。うおー、お前ら食ってるな。食ってんじゃねえか。いいね、いいね。なんか、海外みたいな。まあ、海外か。海外みたいというか。で、どこにおるんだ？いや、これ見にくいよな。どこにおるみたいな。で、これか。おい、ミルダフ。おい、狩りの前に食ったお前のシチューは最高だった。全然疲れを感じなかったぜ。ストライダーを素手で締め落とせる気がしたくらいだよ。
それも今のうちさ。ここで力のつく食べ物を提供してるみたいだな。また来た。飯はちゃんとタダにする。でも今はちょっと無理なんだよ。あ、私を誰かと勘違いしていないか。ウルバンドの使いじゃ。違う。ああ、すまなかった。いつもあいつの手下に悩まされててな。お気に入りの鉄板も台無しだよ。今は大変なんだ。用件があるなら早く行ってくれ。食べ物が欲しい。喜んで。あの食炉について、これなんだ。お前の料理で疲れを感じなくなったとか。それが本当なら食べてみたい。あんたはいい人そうだし、喜んで作ってあげたいところなんだがな。だが溝付きの鉄板がダメになっちまった。私じゃ自慢の料理も作れないのさ。ウルバンドたちの頼みを断ったらどうなるか恐ろしい。たとえ材料が揃っていたとしても今は作れない。あんたが用意してくれるなら別だがな。何がいるんだ。材料かい。動物の肉数切れと、それからにがりの葉も結構な量がいるな。そんなとこだ。鉄板に関しては波打った薄い鉄さえあればなんとかなる。新しいの作るまではな。スクランジャーのゴミ山を見てみな。北東の川沿いにある。汚くても洗えば平気さ。途中でイノシシやにがりの葉も見つかるはずだ。見たところ狩りや採集が得意そうだしな。どうもありがとう。探してみるよ。初めてちゃんと礼を言われたよ。ああ、周りの言いなりになるなよ。いいな。努力するよ。おえー、てことでこれはサブクエか。なるほどね。まあぶっちゃけサブクエやるほどの余力っていうのが現在ないんだが、ただ飯が食えるっていうのはでけえよな、このサブクエ。これは多分やった方がいいよな、おそらく。これはやった方がいいんだかな。まあメインクエ優先だよな、普通に考えると。え、どこだ、この方か。ビール飲んでく。ほら座って。ほらこの子に一杯あげて。寄ってってくれるなんて意外。予想できないのが私だろ。そうそう、その息。きらめく炎に。ああ、きらめく炎に。ふいごに風が通った。少なくともこの瞬間は悩み事を忘れていられる。悩み？まあ別に仕事が再開してからは順調。でもね、ウルバンドが未だに利権協定のことで火花散らしてて。そのナイフを置きな。じゃなきゃ私がみっちり後悔させてやるよ。とにかく今は落葉の砦からの難民のことが心配。こんなとこまで来てまた辛い思いなんて。シャドウカージェの難民？なぜ恐れの谷に。住む場所を探してるんでしょう。南西にある古い山道で野営してるよ。これがまた厄介でね。先週ストームバードが崖に落ちてね、トーランドクリーンブローカーが部品回収に目を光らせてるの。でも難民が入り口を塞いでて、太陽の儀式を邪魔するなとか、黄昏の道なのだとか言ってね。黄昏の道？初耳だ。だろうね。あのシャドウカージャの難民は変わり種なんでしょう。ま、平和的な人たちだけど。でもトーランドのことだから、回収するためなら何だってやりかねない。参道に行って他の場所で野営するよう説得してくれない？フリーヒープに戻ったんじゃ。なかなかサブクエのくせに戻ったわよ。奥が深いな、内容が。私がいなくたって良さそうだったし、照度の光の話聞いて手伝ってやろうと思ってね。以来孤軍奮闘ってわけ。いつでもされただろ。で東に戻れって。やだよ、燃え盛る火事場を放っとくなんて。それに作業員のケツを叩く人も必要でしょ。なるほどな。恐れの谷のブリスルバックだが。これ全部聞かないといけないのかな。どこから来たんだ。それがね、誰も知らないの。突然現れて火事場から飛び出てきましたと言わんばかりに大暴れ。
大勢亡くなったわ。でもあんたが片付けてくれたからこの町も元通りになったじゃない。ウルバンドの計画も台無しね。ブリスルバックみたいに痛い目に合わせてこの町から追い出す方法はないかね。なぜ機械が現れたのが好都合なんだ。その鍵は利権協定。これサブクエなんか。ウルバンドは突然現れたブリスルバックの責任をカージャになすりつけてるの。めっちゃ重要じゃない。恨みを蒸し返して協定が結ばれるまで作業停止を続ける気。それだけじゃ足りないらしくて町に来てからずっと作業員を焚きつけようとしてる。みんなの反応は。多くの人が赤の動乱で凶王に苦しめられたでしょ。それだけでもカージャを非難したくなる。カージャの奴隷商人ども。なるほどね。すごいなこれ。長いな。シャドウカージャって名前は使って。この女性めっちゃ重要じゃん。今はね、信仰の太陽信奉集団ってとこ。どんな太陽を崇めてるか知らないけど平和な人たちよ。定住地とお祈りを捧げる場所、あと飢えない程度の食料だけを求めてる。山道のそばで野営してストームバードの死骸への道を塞ぎ、一体何を待っているんだ。さっぱり。でも思うのよね、ストームバードの心臓を取ればきっと高く売れるのにってね。先にたどり着けば法律的には彼らのもの。トーランドクリーンブローカーなら平気で法を破ってきそうだけど。ウルバンドのことだが、なんかめちゃくちゃ長いな。なぜ責任者なんだ。ナッツを嗅ぎつけたリスみたいにだいぶ前にここに来たのよ。照度の光の再建には石と木材がいると踏んで、メインスプリングで裁縫をジャラジャラ鳴らしながら投資家を集めて恐れの谷での事業に投資させたの。よしってことで一旦動画終わりましょうか。長いわさすがに。長いんでちょっと続きはまた今度やりましょうか。ってことで一旦お疲れ様でした。最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。これ本当にサブクエなのかどういうこと。これ多分全部聞かないといけないよね。はい、ってことでメインクエストの方で今度はよろしくお願いします。